四国電力は4月からの料金値上げを申請していますが、国から燃料費の再計算を求められており、値上げの実施時期が5月以降にずれ込むことを明らかにしました。四国電力は去年11月、料金に上限のある規制料金を平均28%値上げすると国に申請していました。しかし先週、 国から燃料費などを計算し直すよう求められ、現在再計算を進めています。今回の計算では11月から1月の燃料費などがベースになりますが、当初の計算に比べ、LNG でおよそ10%値下がりしています。今日の会見で四国電力は再計算した数値をなるべく早く国に提出し、早ければ5月にも値上げを行いたい考えを示しました。スケジュールありきではなく、 丁寧な説明を尽くして厳格な審査に真摯にお答えしてまいる所存であります四国電力では値上げ幅について11月の申請と大幅に変わらないのではないかと説明しています